どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。大本です。はい、このブチラジはですね、今まで通り生中継もしていきますし、ポッドキャストでも配信してるんで、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。そして100回からは YouTube でも配信してるので、ぜひチャンネル登録して聞いてください。先週ぐらいからですかね、ブチラジというスピンオフというか 1,2 分のね、短い動画も、サクッと見れるやつね。そうですね、 YouTube で上げてるんで、そっちも聞いてみてください。ちょっとバタバタの始まり方になりましたけど、バタバタすぎていきなりね、タイトルコールも噛んでしまいましたが、5月5日、ゴールデンウィーク終盤なんで、ゴールデンウィークなんですよ、まだね、ゴールデンウィークなんで、これ事務所でね、撮って配信してるんですけど、基本的に事務所には人いないですから、その内勤さんとかはね、なんで鼻ほじりながら、ゴールデンウィークだって鼻ほじりながらやるんで、なんで内勤の方とかもいないからかなんでしょうね、もちろんね、スタッフさんは手伝ってくれてるんで、来ていただいてるんですけど、で芸人もね、すくすくアンダー40のメンバーもいる割には、なんか暗い感じですよね。なんでしょうねこれ。確かに。なんか僕も事務所にちょっと前に来て。当然ね、人がこの建物にいないからっていうのはあるにせよ、この部屋にいる人数は変わんないんですけど、確かにちょっとなんか暗いですね。ゴールデンウィークなのになんかちょっと暗い。ノーモア暗いですね。ノーモア暗い、好きだな、ノーモア暗い。ノーモア暗いではないですけど、 D51 好き。 D51 が好きなんですか。ノーモア暗いってまた意味も逆になってくるしな、ちょっと。いや、いいんですけど、ゴールデンウィークだからなんてことはないんですよね、別に僕らは関係ないですよ。もうむしろ土日休みっていう感覚が基本ないですから、普通のどっか出かけるともし思ったとしても、普通の日に行った方が人がいないわけですからね。そうですね。やっぱこの日はやっぱりね、世間のその立派に働いてらっしゃる方々はお休みなわけです。確かにね。で、僕らエンターテイナーっていうのはこの時に彼らに恩返しをしなければいけないわけです。そうですね。確かにそれはいいこと言いましたよ。はい。ですけど別に。なんかありました？ゴールデンウィーク仕事しましたっけ？仕事ですか？一切してません。だから別に何もなかったですよね。だからないんですよ。いや本当にね、ずっとエッチな動画を探してましたね。何なんですよ。いいけどね。見つけたと思って見てたら、ワイヤーアクションでしたね。ワイヤーアクションのスタントのやつ。冒頭で言ってこないですけど、子供の日に言うことではないですからね。子供の日ですから、手元にミニカー置いてこないですけど。でだから考えてみたら、多分毎年ブチラジでゴールデンウィークを迎えるのが3回目なのかな。あ、そうなんですか。じゃないですかね、多分。だとしたら多分毎年同じこと言ってんだろうなと思いますけどね。ゴールデンウィークは別に同じようなこと言ってますよ。変わんないだろうなっていうのと、多分去年とか話したのは、その子供の日とかに、月曜日子供の日じゃない可能性は、前は違うと思いますけど、振り替えがあったりね。そうですね。子供の日に鯉のぼりをね、うちのじいちゃんがでかい木を切ってきて、僕の家に作って、実家でね、子供の時に、それがなんか強風で倒れて、道にこうドーンって飛び出したエピソード、多分で陸の孤島と化したんだよ。そこまでじゃないわ別に。主要な道路を塞いだわけじゃないけど、ちょっとそのことがあったなっていうのを今日話そうと思ったけど、多分毎年その話してんでしょうね。でしょ。だから多分毎年してるし、毎年そんなゴールデンウィークに言うこともないんでしょうね。そんななんかこの連休でどっか行きましてみたいな話がないでしょうね。毎年お金使わないことに命かけてますからね。基本はね、僕らみたいな芸人はそうですから。皆さんは楽しい。毎日の鯉のぼりとかでかそうだな。いやマジででかかったんです、その実家の鯉のぼり。これはね、ちょっと本当に僕もその木が倒れた事件以降、鯉のぼりが倒れる段階でどんな子供の日だよってなるけど、ろくでもない子供の日であるけど、それ以降多分出してないけど、相当でかかったんですよ、そう考えたら。ちょっと今になってそれを見に行きたいと思って、その実家帰ってきて。ちゃんこ高いね。でしょうね、多分。しかもじいちゃんが結構そういうのするんですよ。しそうだな。なんか大工というか、いろいろ切って作ったり。人の皮で作ったこういうの違いますよ、もうそれ。2回言い直して同じひどいことを言うのやめてくださいね。だからじいちゃんの親父、ひいじいちゃん、僕からそれが大工さんだったらしくて、俺んちもね、昔は特にたくさんいたからでしょうけど、農民兼大工みたいな、多分そうなんでしょうね。だからその近くにいたから、じいちゃんも結構得意でいろいろ作ったりはしてたんで、鯉のぼりはだからかなり今思えばでかかったなっていう。鯉のぼりはでも買うで、でも木は自分で作ってたんでね。もちろんたなびいてるやつは買ったんでしょうけど、うん、なんで子供ながらにでかいと思ってただけなのか。いやでかいと思う。そう確かに倒れて道を目の前の道をね塞いでましたが、多分でかかったイメージあるんで。俺んちなんか細々だったねポール。一応でも出してました鯉のぼりは。うんでも俺に当たるところの鯉のぼりはなかったけど、なんでか。お父さん、ね、お母さん、弟だ。弟が決めるかどうかは別に。いや弟って言われた。あじゃあまあそうなんですか。あれ本当は何、お父さんお母さん、お母さんでお兄息子。あれ決まりはないんですかね。女の子はないんでしょ多分ね。うんどうなんですか詳しく。唯一の女性でしょ鯉のぼり。鯉のぼり界のあんま詳しくは知らないですけど、はっきり言われたよ。これはあっちゃんの弟の方だとはっきり言うのもどうかと思います。なんで俺に言うんだろうと思ったけど、まあね震えたまあまあいいんですよそれは、ね、子供のいいですけど、あちょっとねちょっと動きますよ、はい、足いいですね、はい、しっくりくるところに今ようやく座りましたからね、配信始まって7分ぐらい経ってようやくちゃんとしたところに座りましたけどまあいいじゃないですかゴールデンウィークなんで ね、 そうですね、今日はちょっと特別バージョンじゃないですけどゴールデンウィークですし、うん、誕生日まあね、明日ね僕が井口様の生誕祭ですそんなねことではないんですけど、だから別に僕今日ねゴールデンウィークで話すことも大してないし、明日誕生日だから、うん、お祝いメールみたいなのいっぱい来てるかなと思って紹介しようと思ったんですけど、うんうん、確認したら別に来てないらしいんですよ。あらまあでまあしょうがないかと思って今日初めて、今までのブチラジ史上初めてせっかくニコニコチャンネルで中継してるから、うん、コメントを読もうと決めてきたんですよ今日僕。ああなるほど。いつも手元にパソコン置いてあるのに、うん、コメント一切読まないでしょ僕。拾わないことで有名ですからね。自分のエピソードを妨げるものはもう一切排除してくるという、うん、ニコニコチャンネルをなぜあいつらがやってるんだっていうぐらいなのに読まなくて、今日に限って今日だけはみんなのコメントをどんどん読む日にしようと思って。ああなるほどいいじゃん。前半のオープニングトークがあまりにないんで、うん、そうしようと思って本当に決めてきたんですよそれを、うん、もうねここ事務所に来るまで決めてきた。まさかですよ本当にこんなこと起きるかというぐらい今日に限ってまあね、ゴールデンウィークで人手が少ないというのはありますけど、もう今まで2年ぐらいやって今日初めて手元にパソコンを置き忘れて置いてないんですよだから初めて気づいた。本当に今日嘘みたいだけど本当に読もうと思ってたんですよ僕、うん、コメントを読んで持ってますねやっぱり。ちょっとなんか変なの来そうでしょ、うん、誕生日お祝いしてくれって言ったら変なの来てそれに突っ込んで10分ぐらい話そうと目論んでたのに、悪しき考えがあったんですよ。悪しき考えがあったのにそれすら阻まれましたよ、ね、いや本当こんなことある今日だけでしょパソコンがないの、ね、初めてだった。ずっと今までパソコン置いてあったのに。でももうあ今ちょっとようやくね手元にパソコンが来ましたんで、今日は井口様角度にしましょうか。あちょっとね読んでみようかなと思って久々に誕生日も別にそんな近づけなくていいよもう別にっていうのもねやりつつ1時間持ってこうかな。いやいやもういいそこまでしなくていいですから。ありがとうございます。いろいろ書いてくれてるんですねこうやっていろんなのがね、うん井口様誕生日おめでとう、ポッドキャストで聞いてる人は全く楽しめないな、エレジョンさん読んでこういうのがいろいろ来てるんですよ。もう初めて見ましたからね僕コメントおめでとうが少なそうですね誕生日ですからねあと数時間後にはね、でもそうかこういうのがおめでとうとかパソコン出没ナマステ川口春奈ちゃん好き今日は鯉のぼり明日は井口の誕生日いろいろあるんですね、いくつになったんですか。そう31歳ですからねもうえぐいな。いや同い年でしょまあえぐいですけどね。えぐい。いやでもほぼほぼ1年違うけん俺とお前ってまあまあまあ俺1月じゃん来年の、まあ、半年以上は違いますよ10ヶ月ぐらい違いますからね、うんはい、本当に読んでるだけかよってきました。まあそうですね別になんか難しいですねこれと会話するのってなんかうまく、うん、じゃあやめましょうか時差もあるしもうやめますやめまーすひでえよな僕らも、うん、だから本当にでもありがたいと思ってるんですよ毎週最近言ってますけどやっぱブチラジを聞いてくれてる人って本当にありがたいでしょ。ありがたいね。だからウエストランド好きですみたいなこと言ってくれる人は最低限です毎週と言わずともブチラジを聞いてほしいですよね、うんまあ、ニコニコチャンネルでちょっと面倒くさいという人は YouTube とかでもあるしありますよ。なんとかねちょっとこれだけ聞いてほしいと思うんですけどリアルタイムでは聞けなくてもね、まあ、だからまあ、ちょっとした報告としては、うん、ブチラジをねずっと長く聞いてくれてる人にしか馴染みないかもしれないですけど初回の方とかに和集山ハイランドの話をしてたでしょ、うんうん、岡山にある遊園地ですよ僕らの地元岡山県にある遊園地で結構その話を何週間してたりするんですかね。呪いランドね。呪いではないです、いい遊園地なんですけど、ブチラジの前のユーストでやってたおも長い話とかの方でしてたのかもしれないですね。その岡山の行ってみたいとかベスト5とか当時発表してて、でまあでも僕ら結構その和牛の肌の話をよくして事務所の人とかも普通にね、そういう遊園地あるんだみたいないろいろ調べたりしてたでしょ。そうそう、そしたら知ってます、そのイメージキャラクターが発表されて、就任したのデニスがそれに就任した。なんでだ。いややっぱブラジルをテーマにしたテーマパークだから、僕らこんだけ話してきたけど何のゆかりもないねデニスがね、しかもデニスってまあまあ言ってみたら同世代のね芸人ですから。マジか。そうなんです。だからゆきおちゃん、ゆきおちゃんという、まあ2人で一応やってるんだけど、ゆきおちゃんを中心というかまあね、だからもう軒並み言ってます。そのブラジル系の仕事はやっぱゆきおちゃん今もう無敵ですから、それこそワールドカップがね今度あって、今スケジュールの都合上ブラジルに行けたりはしないかみたいな話をしてたんで、この間会って聞いたらね、でこの間ツイッター見たらなんかワールドカップの今までのテーマソングとか集めたかわからないですコンピレーションアルバムみたいなの、まあそうそうたる曲が入ってるんでしょうけど、それの表紙がゆきおちゃんなんですよ。マジで。そうそうそう、それぐらいもうすごいな。だそうなんですよ。まあすごかったけど前から。そうそうにしてもね、ワシューザーハイランドはちょっとね。ワシューザーハイランドがちょっと取りすぎでしょ。僕らやらせてくれよっていうところありますからね。根こそぎ行くがん。根こそぎ行きますよもう本当に。アントニーとゆきおちゃん。まあね、まあまあそうですね。だから根こそぎ面白いしね。そりゃ僕らになるよりはねデニスがなった方がいいっていうところは意味わからんしな俺ら。基本的にはね、まあでもいや頑張りますそれだったら頑張れ、それは頑張れ、まあね、まあそれはそうなんですけど、まあまあだから衝撃だな結構それな。でしょ、これを言おうと思って、その衝撃的なこと、ちょうどワシューザーハイランドの話題を聞くことってあんまりないけど、やっぱデニスとかねツイッターとかで書いてたからフォローしてるんでね、うわそうなんだと思って、いや耳を疑うよな。でもそれがすごいんじゃない、やっぱデニスがこれだけ知名度あるからこそワシューザーハイランドが耳に入ってきたわけでしょ、うん、要は就任する意味があるってこと。そうかそうかそうかそういうことはね、これでね僕らも知らんような芸人さんがやっても意味ない、耳に入ってこないわけですからね。入ってこないわけです。ということは僕らがなってもあんまり耳に入るんでしょ、僕らの発信力。ワシューザーハイランドは正解を叩き出してそうですよ。だから結局突き詰めるとこ僕らが頑張るしかないっていうね、ゴールデンウィークね、ゆっくり納得しましたゆっくりしてる場合じゃないですから、いろいろねコメントも書いてくださってるようなんで、もしかしたら読むかもしれないんでね、すいませんね、みんないろいろ書いていただいてね、ありがとうございますまた31歳になっても頑張っていきますんでね。いやもう仕事してないからもう武将ひげ生え放題ですよ。ひげをまあ剃ることもないってことね。ひげ剃らなくてもねできるバイトです。人前に出るわけじゃないってことだよね、まあまあだから仕事もう勝ち続けてる力士みたいなことになってて、仕事がないからひげを剃る機会がないっていうね。まあ31歳になってゴールデンウィーク明けたらまた頑張っていきますんでね、気持ち新たに、気持ち新たに、なんでゴールデンウィーク明けで気持ち新たにっていうまあいい節目じゃないですか、誕生日。そうですね、だから今日までちょっとゆっくりしましたが、今日はもうお祝いして、今日お祝いするかどうかね、お祝いコメント、お祝いメール送ってきてくれてもいいんですけどね、まあ来週のブチラジまでに送ってきてもらえれば紹介したいと思いますので、いいじゃないですか、ぜひね誕生日お祝いを。やっぱ欲しい。まあまあだから来てると思いましたもん、先週言ったのに。さすがにな、さすがにね、まあ、分かんないです、今日のコーナーでもしかしたらそれが入ってるのもあるかもしれないんでね、期待してください、はい、それではそろそろいきましょう。ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。フードセンター富田屋、このコーナーですね、僕らが地方に営業などで行った時にその地元で盛り上がるウケるという鉄板のね話題を皆さんから送ってきていただいて、それを紹介して、いざ本当にそこに行ったらそれを使おうというコーナーです。久しぶりですからね、はい、いつもはね、読んでこれどうだみたいな話してましたけども、ちょっと長いやつとかもあるんでそのままね2人で掛け合いで読んでいきましょうかね。ブチラジネーム暴力温泉芸者、神奈川県の平塚市に行かれた際にご使用ください。ちょっとやってみましょうかね、いざ行った感じでね、はい、どうもありがとうございます。平塚呼んでいただきましたからありがとうございます。平塚といえば湘南ベルマーレですよね、僕サッカー好きなんですよ、部活もやってましたし、いやいや平塚といえば大門さんでしょ。大門さん、いや歌手の大門三郎さんですよ、皆さんご存知ですよね。いやちょっと僕は知らないですけど、いやだって幸せじゃんでおなじみの、毎朝平塚駅で皆さんにピエロの格好でイエーイ今日もいいことありますようにって挨拶してる方ですよ。いい、そんな方がいらっしゃるんですね。いや僕らも今から漫才するんでね、たくさん笑っていただいて皆さんを幸せにできればと思います。よろしくお願いします。これな、これドカンとなるならない情報ですから、これは。あ、でもこういう有名、平塚駅で毎朝ピエロの格好して「イエーイ今日もいいことありますように」って挨拶してる人が知ってるんですから、どうなんですか、ね、いや僕本当みたいですよ。ボランティアで活動されてる有名な方ですので、ぜひご使用ください。まあ行ってみて、まあ、あんまりちょっといじるのは避けますけど、いやいやだから情報がちょっと分かんない。まあここにちゃんとね、本当ですよみたいな URL もあるんで、ピエロの格好をしてイエーイ今日もいいことありますようにって挨拶してるんですね。じゃあそれちょっとここに書いてある情報では ね、まあまあそれもちょっとやってみましょうかね。まあいじりませんけど、いやなんでなんて、まあまあ分かんないですけど、どう処理していいか分かんないから、もっとちょっと今度調べてみてね。これ名物おじさんみたいなことじゃなくて、でも歌手じゃんな。だからこれ終わってもう一回検索してみて、使えそうだったら使いましょう、それはね。使えそうじゃない人ってなんだって話ですけどまあまあいいでしょう。はい、次行きましょうかね。ぶち出しネームポチョムキン31歳、同い年ですね。最初のとこは読んだほうがいいですね。あ、同い年、まあ多分1個上なのか分かんないですけど、とりあえず並びましたね。並びました。ポチョムキンに並びました。ポチョムキンと競ってやってるよ、別に。まあいいんですけどね。この部分はいいですかね。岐阜県では首都機能を東京から東濃地方、東の脳ね、東濃地方に移そうという無謀な計画が何十年も前からあり、岐阜出身者として非常に恥ずかしく思っています。なんでで、誇れよそれはねそこでお二人が岐阜にお越しの際には全力でディスっていただき、世直しをしていただきたいと思います。いや、まあ一応ちょっとここにあるんでね、やってみましょうかね。どうもウエスタンドです。今日岐阜にね呼んでいただきましてありがとうございます。こんばんは。さっき車で走ってたらね、新首都東京から東濃へっていうでっかい看板があったんですけど、何なんですかねあれ。あれ国会とか首都機能の一部を東濃地方へ移管する計画のスローガンらしいですよ。いや皆さん正気ですか。無理に決まってるでしょ。山しかないし、コンビニ10時に閉まるし、大体いまだにツチノコを全力で探すキテレツな祭りやってるところに国会議事堂立てちゃダメでしょ。早く諦めてくださいね。ドカーンドカーンって来るか、大ブーイングが、まあ若者はドカーンって来るかもしれないですけど、お偉いさんみたいな人はブチギレですよ。ブチギレですよ、こんなんやったらね。ただもう無謀ですね。いやまあ無謀な、だからこのねダジャレみたいにしてるから余計無謀な感じがあるんでしょうけど、まあウケそうっちゃウケそうですね。だからお偉いさんの浸透してるんですかね、その地元民に。だからこれはね、今考えたら意外とこういうのってな。そうわかるわかる。そうこのフードセンター東未来のコーナー全部僕らもうほぼわかんないですから、その岡山のとかだったらわかるけどね。怖いよな。一か八かでやるしかないとか。ほんまに。まあまあ本当に岐阜に行って何人か10人ぐらいに聞いて知ってたらできるんじゃないですか。あ、なるほどね。そういう感じでね、リサーチは大事ですから。ここでちょっとお知らせなんですが、お知らせというかご報告といいますか、6月にですね、僕らは倉敷で営業を本当に行くことが決まりまして、岡山県の倉敷市ね。来たよ岡山県の倉敷市に行くんで、まあ地元っちゃ地元なんですけど、せっかくこのコーナーあるんで、倉敷はもう地元じゃない。まあまあね、ちょっと僕らあんまり行くこともないんで、ハイカラですから、うちはハイカラっていう言い方もどうかと思いますけど、倉敷の情報というかフードセンター富田屋をどんどん送ってきてもらえれば、本当にね6月に行ってやりますんで。倉敷はだって太陽の光が当たるもん。いやいや、津山も当たってますよ、別にそれはね。津山当たってます。刺さないですよ。だって知ってます？この間最近夏日がみたいなあったでしょ。夏日が続くみたいな。で群馬県とかで日本1位の暑さを記録しましたってなった2位とかぐらいに津山が入ってたんですよ。入ることあるんですね。それぐらい暑いくせに冬はめっちゃ寒いっていう。めっちゃ寒い。雪ガンガン降るし。とんでもなくいいとこでありますけど。日の光は差してますよ。じゃなきゃおかしいでしょ。なんで津山はまあ津山ね。みんな目の下にクマ作ったな。そんなことね、もうそんななデーゲームの野球選手みたいなことしてないですよ。足速いやつな。別にそうとは限らないですけど、パワーヒッターもいますそれはね。一番ダチャのやつ。いや多分ですけど、多分だけど広げ方違うんですよ。なんで倉敷の情報をね、ぜひ本当僕ら割と知らないですよね。だって倉敷の人はゲロ吐かないって言いますよね。いやもう長えな、そのフリップ芸みたいなネタ。津山の人はすぐゲロ吐く。いやその倉敷と津山を比べるフリップ芸みたいなのが長えんだよ。30分歩いたらゲロ吐く。そんなことないですからね。もう津山で帰れよなるわもうね。残念というかお知らせもう一個ありますけど、その次の日津山に営業行きますから。やべえダメなんです。いいとこですからね津山は。だから僕ら知ってるんで、いいとこも悪いとこもね、ある意味その倉敷の情報はないんで、ぜひ倉敷はいいとこですよね。フードセンター富田、いいとこはいいとこなんですけど、だからフードセンター富田で送ってきてほしいんですよ。なるほど、面白いのね。わかります。そのいいとこは知ってますから、今の情報はしかも僕ら知らないですからね。結構帰ってないから、今受けるやつとか、それをねぜひどんどん送ってきていただきたいと思いますんで、ちょっと来月行くんで、フードセンター富田屋強化月間として、もちろん他の地域のもね送ってきていただきたいですけど、ぜひ倉敷市、岡山県倉敷市の何か情報あれば送ってきてください。以上、フードセンター富田屋でした。続いてはそんなことあります？このコーナーですね、僕の口癖であるそんなことありますという嘘のような本当の話を皆さんから送ってきていただくというコーナーです、はい。メールいきましょう。ブチラジネーム江口0101いきますよ、はい。ブーツを履いてメイクをした小学生の女の子が一輪車で遊んでるのを見ました。そんなことあります？今すごいですからね。すごいね。俺もこの間テレビで見た。テレビでやってますもんね、びっくりですからね。モデルがいるんでしょ、その JS ね、JS小学生という JK からね JS まであるわけですよね。肌ボロボロなんだな、今からメイクしてたらね。そのままでいいと思いますけどね。普通に無邪気に一輪車で遊んでるだけでいいと思いますけどね。急におじさんの放送みたいな。31歳の貫禄出てるこの一つのコメントだけでそんな変わります？いきましょうかね。ブチラジネームイルマティック火炎放射。こんな難しい字なんですね。イルマティック火炎放射、円かこれ。円って読むのか、円って一応読むんですねこれ。だからなんていうんですかね、火変っていうのがあるんです。火に、カタカナの「く」みたいなのに下に「きゅう」火の横にもう古いの「きゅう」ね、古いの「きゅう」ね、合ってますかねもう読めるブチラジネームにしてくれよ何のメッセージ性があるんだよ。もう全部わかんないでしょ。だってもうこんなのイルマティック火炎放射ね、もうちょっと怖えし、なんかもうちょっとこれもうやめとこう、いじるのもやめとこうもうこれはね、内容いきますよ、はい。井口様、河本さん、こんばんは。紅白歌手の美和さんが「フェイスという曲で井口様のお顔について歌われていました、うん、ユーキャンの CM のタイアップ曲でサビ終わりに「タイマイフェイス」と歌っています。そんなことあります？これね、このメールを見て調べたんですよ、急いでね。CM はもちろん見たことある気するけど、そんなこと言うわけないでしょ。タイマイフェイス、ネタで僕が言ってますよ。タイマイ、僕がというかね、いじられて言ったりすることありましたけど、自分からタイマーフェイスですよとは言わないですよ。まあまあでも言ってるのと一緒です。僕はまあね、裏事情、いや僕が書いてるから言わせてるんですよ。そうですね言ってるのと一緒なんですけど、おいちゃんとここタイマーフェイスって言えよって僕が言ってる。それでそんなことねえよって言ってるっていう掛け合いが、漫才師ならではの掛け合いがあるんですけどね。で調べたんですよこの曲をさっきね。そしたらタイマーフェイスとはもちろん言ってないんですけど、最後のサビの割に守りたいマイフェイスって言ってるんですよ。ああ、なるほど。守りたいマイフェイス、守りたいマイフェイス、まあ歌としてそこで行き過ぎしてないんで。いや、そういうわけで、そのガードするわけじゃない笑顔を守るみたいなことじゃないんじゃないですかね、多分。いや、いいですよ、ボクシングの本当の守る箇所はいいですけどでもすごい、だから空耳アワーみたいな感じですけど、より精度は高いよ。だってもう言っとんじゃん。まあね、確かに本当に守りたいマイフェイスって言ってますから、もし気になったらね、聞いてみてください。はっきり言ってます。はっきり言ってますからね。で別に僕のこと言ってるわけじゃないですからね。もう一個いきましょう。言うわけないですよ。ブチラジネーム江口0101。江口0101ね。江口ですね。読みやすいブチラジネームしろよって言って、読みやすいのにしたら下で噛むしも。なんなんですね。こんなわがままな放送ないですけどね、なかなか。江口0101さんね。いきますよ。知り合いの犬が子供をたくさん産んだから1匹もらうことになったら親犬を持ってきました。そんなことありますこれは言っといてほしいな。知り合いの犬がまあだからそれもちょっとおかしい。知り合いの人が飼ってる犬が子供をたくさん産んだからってことなんでしょうけど、これは事前情報でせめて教えておいてほしいな、親犬飼えって。親犬いります。新たにその子供に新たにしたわけでしょ。まあってこと、新たな人生を。まあね、本当にそんなことありますっていうことですからね。もう一個いきましょう。ブチラジネーム暴力温泉芸者。来た。いきますよ。クソ田舎の旦那の実家で車に乗っていたら、少し開いていた窓の隙間からトンビの糞が落ちてきて、私のワンピースがクソまみれになりました。そんなことあります？これもう一つあるんですけど、そのね、同じ暴力温泉芸者からね。私は音楽の授業ではバイオリンを習い、お作法の授業もあるようなお嬢様学校に通っていましたが、ブチラジにこんな投稿する女性に成長しました。そんなことあります？この人本当めちゃくちゃになってきてるんで、もうすごいですよね。本当かな。いや本当なんですよね。だからそのおそらく本当でしょう。クソクソ言い過ぎるそうだからまあね、こんな放送しといてちゃんとしろっていうのもおかしな話ですけどね、お嬢様だったんですね、もっとね。多分そうなんでしょうね。だからそれが何かあったんでしょうね、こんな感じの、こんな感じというかもっとねポップなのでもいいんでどんどん送ってきてください以上、そんなことありますのコーナーでした、はい、続いては情のツッコミ。このコーナーってのは僕らの漫才でやってる長いツッコミを皆さんから送ってきていただくというコーナーです。早速メールいきましょうで、ここに来て変顔するんですよもう何なんだよ。いや変顔いけるなと思って。そういやいや、そんなこれね、もうポッドキャストで聞いてる人わけなんです。唇を尖らせてね、目を見開くみたいなやつ言葉で説明したらもうしょうがないですよね、今回のお題が、ボケのフレーズが渋滞に巻き込まれるからゴールデンウィークは楽しいなに対するツッコミ。何が楽しいんだよ、ね、まさに今日 U ターンラッシュですからね。ああピークみたいですね今日はね、じゃあいきましょう。ブチラジネームポチョムキン31歳、はい、年齢追いつきましたからね、はい、ボケのフレーズお願いします。渋滞に巻き込まれるからゴールデンウィーク楽しいな。いや何が楽しいんだよ、妊娠中にヌード写真撮る女か一般人がすぐ海外セレブの真似する典型的な悪い例だよ。子供が大きくなったら見せてあげたいじゃないよ、見たくないし脱ぐ必要がどこにあんだよ。自分の母ちゃんのやつを想像したら吐きそうだよこれはいいですね、うん、これありますもんね。自分のあんまり言うたらなんかちょっとまあやってる人がいるからまあいないですけど、自分の親がやってると思うととんでもないですからね、はい、あと自分のその奥さんとかにもやってほしくないよな。そうだな、別にもう別に違うよ、その個人とかじゃなく一般的に考えて、うん、誰にもやってほしくないですけどね、本当に。そうですね、基本的にはね。本当に綺麗な人もまあいますけどね。まあいいんですけど、別にまあまあ。そのお腹膨らむ。そう、子供に見せてあげたいって言って、子供が喜ぶかとはね。喜ばんよ。そう思いますからね。俺喜ぶかな。マザコンですからね。もう一個いきましょうかね。ブチラジネーム江口0101。はい。ボケのフレーズお願いします。渋滞に巻き込まれるからゴールデンウィーク楽しいな。いや何が楽しいんだよ。週刊漫画雑誌の最後のページにある編集部の人の小さなコラムページがすっかりあったくなってきたんで仲間とお花見したら酔いつぶれて放置され気づいたら朝でした山口って全然面白くねえよそもそも山口って誰だよ。本編では漫画家が打ち切られないよう日々努力してんのにここだけはしれっとずっと残しやがって、このページなくして1ページでも多く漫画家にスペースあげてやれよ。これはありますよね。あるな、このね山口みたいなありますよね2行ぐらいのコラムみたいなですね。あれ何なんでしょうね。誰が本当に知りたいんでしょうね。山口さんには悪いけど別に知らないよ。花見で慎吾の日じゃないもん。そうそれはまだね、なんか時事を切ってるからいいけど、これ本当になんか言うでしょ、そのお皿が割れちゃいましたへへみたいな、田中みたいなのあるわけでしょ。なんかそれがあるな。確かにそれでもいいともの台本の裏にも書いてあるんですよね。あれは面白いよな。いいともの台本ね、毎日やって、まあ、その曜日ごとの担当の AD さんがコラムみたいなの書いてくれてるんですけど、がっつり1枚ね。それはでも本当に読み応えあるんで、あれいつも読む。楽屋で空き時間で全然読めるぐらい面白いやつがある、ね。台本は読まんけど僕あれはそんなんやったらやべえよ台本読めもうね完全に。いや、やばいことして本当にそうなるからボケみたいにして言い切れよせめてしたら僕も一応突っ込んでボケみたいなのするからそうしてくれよせめて。台本読まんけんな。いやいやしっかり読めよ、何もしないんだからなんでこれカットします。いやカットしないですこれはね、来週も同じお題なので、ボケのフレーズが渋滞に巻き込まれるからゴールデンウィークは楽しいなに対するツッコミ、何が楽しいんだよに続く長いツッコミを送ってきてください。以上、情のツッコミでした。さあエンディングです、告知いきましょう、タイタンライブレア、こちら5月11日の日曜日にあるんですが、前売り券はもう売り切れてしまいまして、当日券が若干出る予定なので、もしねどうしてもこれは来たいという方は当日に、来てください。詳しくはホームページとかまたツイッターとかでもねアナウンスがあると思いますんで、はい。そしてその後タイタンライブアンダー40、こちらがですね5月25日日曜日18時半から、こちらチケットまだまだ残ってますので、なんででしょうまあまあ言ってもいいか、エレキテルが今回出ないんで、あらそれでか大ピンチなんで、このアンダー40の方にね、ほぼほぼ同じメンバー出ますんで、そうですし、みんなね本当に好きなネタをやるっていうちょっとね楽しい空間でもあるんで、ぜひ見に来てください。次回大胆チャンネルの放送は5月12日月曜日20時より生中継です。ぶち出しではメールを募集しています。すべてのコーナーへのメールはぶち@titan-happy.jp buchi@titan-happy.jp まで送ってきてください。ちらっと言いましたけどね、来月は岡山に帰る仕事があるので、また詳細を発表するんでぜひ見に来てほしいですよね。岡山県で僕ら漫才なりねトークなりやると思いますんで、営業ですからね、ぜひ見に来てください。帰りたい帰り、まあね、俺の一個帰れなかったですからね。さあ最後は短いエピソードトークを大声で言うですが、来てますかね。はい、誰の作品でいきましょうか。城之内海。まあそうですね、毎回かって言いたいけど、ここにねそのリストがあるんですけど、城之内海が大量にあるんでね、圧倒的にね 7,3 で城之内海しかも3は別にその他大勢含めてですからね、7が城之内海ですから、まあ城之内海の作品で最後しましょうか。それでは短いエピソードトークを大声で言う、お願いします。大西さんお誕生日おめでとうございます。ツイッターの大西さんも2日ですかね、誕生日でしたからね、来週までには僕のおめでとうメールも送ってきてください。ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週さようなら。